ペドロ・ドミンゴ・ムリーリョの処刑ペドロ・ドミンゴ・ムリーリョは、アルト・ペルーの愛国者であり、ボリビア独立の先駆者としても知られる。1757年9月17日ラパス生まれ。ラパスの資産家の生まれで、彼の父親は、新学生で、彼が生まれた後に神父となったフアン・シリアコ・ムリーリョ。母親は、マリー・アセンシア・カラスコというクリオーリョ女性だった。彼は父親に育てられ、 ラパスのサンカルロス人学校で教育を受けた。その後、彼はチュキサカ県にあるラプラタサンフランシスコハビエル大学で法律を学んだが、卒業することはなかった。1778年、彼はポトシでオルメド・マヌエラデラ・ポンチャという女性と結婚。1781年にはイルパナで少なくとも二人の子供と共に生活していた。 トゥパクカタリの反乱に参加したとき、彼は民兵の注意に任命された。1785年に彼の父が亡くなったとき、多くの遺産が息子たちに残されたが、彼のおばの一人であるカタリーナ・フェリパという女性が、その相続に監視裁判を申し立てた。第一審でムリでは、容易に勝利したにもかかわらず、彼は弁護士資格を偽装したために、後に、ラパすぎて、 この事実が発覚した時に勝利した裁判が無効になっただけでなく反逆者として当局に捕らえられた。1789年の初め、彼は御社で釈放され、その後は鉱山で働いていた。1805年には反スペイン政府のグループを組織したが捕まり、後半にかけられた。この裁判では無罪となり釈放された無リ,リョは、他の愛国者たちと共に、 熱意を持ちつつも、水面下で密かに独立のための革命の準備に取り掛かった。1809年には7月16日革命を共謀した愛国者たちのグループのリーダーとなった。数日後にはスペイン帝国からのアルトペルーの解放を明記したツイティーバ会議宣言を公表するために評議会に集まった。1809年7月16日革命の後、 この革命に対抗するために、ペルー総督府やブエノスアイレス総督府から、王統派軍が送り込まれたが、クリオリョにより構成されていた軍隊は、愛国の動き、すなわち独立の動きへ介入することはなかった。ホセマヌエルでゴイエネチェが革命を鎮圧するために、5000人の兵隊を引き連れ、プーノから到着した。ムリリョは1000人の愛国者と共に、チャカルターやにて退治した。 この戦いに敗れ、ラパス近くの山間の町、ソンゴへと敗走するが、この地で、ムリーリョは、ドミンゴトリスタン将軍の部隊に捕らえられて、ラパスへと移送され、ゴイエネチェに引き渡された。ムリーリョは、軍からの逃亡を試みるが捕まり、1810年1月29日に、他の愛国者たちと共に、公主刑に処された。処刑される前に次の言葉を残している。 愛国者と共に私は死ぬ。しかし、私が灯したまま残す統治は誰も消すことができない。自由よ、万歳。毎年7月16日には、ラパスの街では、1809年の愛国運動を記念した催し物が行われる。この催し物は殉職者の家にある自由の統治に火を灯すことから始められ、その後、ラパス市内中心部をパレードする。 パレードに参加する市民は手にペドロドミンゴムリー・リ療を象徴する統治を持つことから、このパレードは統治のパレードと呼ばれる。ありがとうございます。